もう。牛年だからね。お、そうだったね。そうですよ。そうでした。はい、どうも、孤高のサウナ古田です。ん、何何何？なんか今変なキーワード言ったね今ね。うん、工務店 YouTuber 古田でございます。はいはい。年も明けたしにもかかわらずコロナだし。はい。なんかサウナ流行ってるみたいなんで。あ、まあまあ確かに。うん、今日はねサウナ入ろうかなと思って。おお、温泉宿とかなんかで。実家です。はい。僕の実家です。これそうなのこれ。そうですよ。これそうですそうです。あら。そうですよ。ってことは先代の社長の。そうですね。お家ということになりますか。もうね、築11年かなって言ってましたね。はい、ここの場所を分譲した際に、モデルハウスとして、ね、建設をした場所でございます。で、まあ、住みながらね、はい、まあ、モデルなんですよっていうね感じでこうやってたみたいなんですけども、もともとはモデルハウスとしてということですね。そうですね。で、ほらね、やっぱりね、十勝といえばサウナでしょ。そうなのかい。え、違うんですか。いや、あんまりそれ、まあ、温泉行ったらサウナ入りますわね、銭湯とか行ったらね。いやいや、はい、家でサウナ入るじゃないですか。入らないね。入らないね。普通は入らないよ。ないよ、だってサウナ。ちょっと言ってる意味が。いや、こっちがわからないな。言ってる意味が全然。こっちがわからない。だってどういう意味で言ってるの、それ。え、だって、家にね、風呂あるじゃないですか。あるあるある、風呂は。だ、サウナあるじゃないですか。ない。まあ、だそれ、ね、あのね、違いますよ。ちょっと待って、皆さん違いますよ。十勝の家には、うん、サウナ必ずありますから。ないですから。僕だってあれですよ、こうね、11年前に建てたんですけど、はい、僕5歳の時に、はい、家建てたんですよね。それまでちょっと借家だったんですけど、はい、小学校の入学に合わせて、はい、うちの親がね、はい、もう建てたわけですけども、はい、サウナありましたよ。水風呂もあったし。そうね、あなたのお家はあるかもしれない。普通の家はないです。普通の家ですよ、だって。ないです、ないです。小市民の家です。いやいやいや、違います。ないの、ないです、ないです、ないです。いやー、そんな家俺住んだことないか分かんないですわ。何から目線で来てる？え、だって、サウナって普通つけんじゃん？つけんじゃん、だって。つけない。サウナぐらい。ついてない、普通の家には。ああ、広いのはね、そんな確かに、ね、10人、20人入れるようなサウナではないですよ。でも家族で入るにはね、十分なサウナは皆さん備えてるじゃないですか。あのね、ないです。普通はほぼ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 ないです。ないですか。ないです。え、じゃあどうやってサウナ入るんですか。温泉とか銭湯とかに行くんです。わざわざ。はい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 。普通のお家にはサウナはないです。いやー、古田カルチャーショックですわ。瀬戸っちがだよって。いや、僕あるもんだと思ってたな。なんて、だって気軽でしょ、サウナなんて。これ見てる人たち敵に回してるな。だってフィンランドとかってね、あるって言うじゃないですか。いや、まあ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 、北欧とね、北海道ってね、緯度だか経度だか、緯度か、緯度がね、同緯度だっていうんで、同じような暮らし方するしてるはずなんですよ。各家庭にはないです、普通は。あ、借家だから。いやいや、自分の家でも持ち家でもないです。はい、やるでしょ。ございません。だ、僕5歳からサウナーですよ。いや、あなたはね、サウナーでありサウナーであり薪ストーバーですからね。いや、確かにそうです。キラッと横にね、ありますけど、薪もね、これ、うん、ってことは僕も30年以上の、はい、サウナーってことなんで、一つよろしくお願いします。今なんかね、ほら、巷でね、整うみたいなね、はいはい、ほら、フレーみたいなね、はいはい、やってんじゃないですか。やってます、やってます。なめんなと。俺をなめるなと。なめるなと。もちろん30年超えのサウナーなんでね。いや、わかりました。じゃあ、そしたら3代続いたサウナーの血なんでね。いや、わかりました。じゃあ、いや、とりあえず、まあまあまあ、ね、行きましょうよ、だって。そうですね、せっかくだから。そうですね、あるんだから。なんでサウナっていいの入るんでしょ。違うんだよ。え、僕らは何から見せるんですけど、言っていいですか。嘘だと思ってる。騙されないでよ。首都圏の皆さん、これ本当の北海道の家ですから。
ほんね、ほんね、ほら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 、表札ね。本当なんですよ。本当なんですよね。これ先代の社長の言う。当たり前でしょって。行くんですよ、本当に。今。お邪魔します。キラキラ鳴ってますね。ね、キラキラ鳴ってますよね。これそうなんですよ。ほら。え、脱ぐでしょ。ジャンバー脱ぐでしょ。すごいよね。とりあえず、ね、うん、これ薪ストーブ、これ、うん、あなたが言ってるその薪ストーブですわ、これ。そう、薪ストーバーの薪ストーブ。ね、これ。ガチで使ったやつね。ガチで使ってるんですか、ね。ガチで使ったやつね。で、ここでなんかあの、うん、ほら、お、これピザ的な。ピザ的なの焼けます。煙突からの熱回る、焼ける。おいいなぁ、抜けるね、いいね、それね。正月、餅焼いてます、ここで。ああ、ほんと、あの雑煮の餅をね、うん、で焼くという。いや、いいね、これあったかいね、あったかい、まあ今まだあったかくないですね。火消えてます、ね、消えてるけど、まああったかいんじゃないですか。でもこれ、これこんだけ火が入るからでしょ、これ、うん、火が入る、はい、熱がここに蓄熱される、はいはいはい、夕方まであったかい、いわゆるこれが土間的な、で土間ですね、感じで、ドマでございますよ。これね、これもね。DOMA ドマね。それまたやらんとなるね。ああ、なるほど。で、ドマからのキッチンです、ね。ああ、なるほど。こういう感じで。ね、ああ。はい。うちのおかんが、ああ、今ね、後ろにいますね。そうね。はいはいはい、ああって言ってますけど。これ撮ることは伝えたったんですけど ね。全国ですかね。え、ここも撮るのって言ってました。全国ですからね。ね、こうなってくる。ということで、まあ、とりあえず、はいはい、サウナまずご案内しますか。そうですね、ええ、すいません、これどういう失礼します。着替えました。着替えましたよ。え、これですか。はい、サウナハットでしょうよ。サウナハット、それはそれはあれですか、やっぱり皆さんサウナはみんなそれを買うんですよね。そうです、サウナハットでしょうよ。あのね、髪の毛とかね、頭皮を守るためにやっぱりね、あの、ああ必要じゃないですか。なるほどですね。角もついてるでしょ。牛年だからね。あ、なるほど。牛年だから。なるほどね。そういうことですね。もう大変でしょ。これから入るという。あの、さすがにね、おじさんのマッパは確かに、ね、放送コード引っかかると思うんで。確かにね。ね、それはどうかなと思う。あの、これでとりあえず、はい、行こうかな。はい、あれそっちですね。はい、ごめんなさい。じゃあ今。のれんくくってね。はい。はい。のれんくくってね。はい。もう一回聞くんですけど、はいはい、こういうのついてないですか。すいません、これは何ですか。サウナ。すごい。いや、麻酔の機械。ついてないですか。初めて見ましたよ。本当ですか。はい。はい。ちょっと信じられないです。お風呂ですね。これまずお風呂で。お風呂。はい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 。はい。ね、なんか生活感あふれるリアルな風呂でしょ。確かにね。あの、自分がずっと育ってきた、あの、育ってきた風呂じゃないです。あ、違うの。僕この時もうこの家できた時結婚してたんで。あー、そっかそっか。ちょっとなんか湯も沸かされたらしいですけど。沸かされたけども、さすがにね、お店の子入浴シーンね、ちょっと嫌でしょ。ちなみに言っていいですか。はいはい。ほら、サウナもつけたいね。はいはい。で、外に出たい。はい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 、うん。こんなユニットバスありますかと言われたら、はい、答えはノーなんですよ。じゃあ作るしかないじゃん。なるほど。うん、あのユニットバスじゃございません。はい、ね、タイルも買って。これきちっとね、あのユニットバスじゃないよということなんですね。これはあくまでもね。そうですね。これはね、はい。老人的な。おー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 おおお。ガチ準備ね。で、入りますよと。